皆さんこんにちは。こんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます上本千夏です。どうぞよろしくお願いいたします。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストをお招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間、合計3時間番組です。東京タワー大展望台1階クラブ333から公開生放送でお送りいたします。まずは東京タワーからお知らせです。東京タワーでは女性に対する暴力をなくす運動に賛同し、本日11月12日土曜日、パープルイメージのライトアップを点灯します。毎年内閣府その他の男女共同参画推進本部厚生府省庁の主将により11月12日から2週間にわたって女性に対する暴力の根絶を目的とした啓発活動が実施されていることを皆様ご存知でしょうか。またこの期間中、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなみ、日本全国のさまざまなランドマークにおいてパープルライトアップが実施されています。本年も東京タワーはこの運動の趣旨に賛同し、運動期間である初日の本日11月12日土曜日にパープルイメージによるダイヤモンドベールを点灯いたします。ぜひ皆様の当運動に対する深いご理解と啓発のご協力をお願いいたします。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それでは早速この後登場するサンタラをご紹介します。サンタラは1999年京都で結成の孤高の男女デュオです。2004年シングルバニラでデビュー。アメリカンルーツミュージックの影響を受けたフォーキー、ブルージーなメロディーセンスとリリカルな歌詞が独特の世界観を生み出し、音楽ファンのみならずアニメ、映画、舞台といった多ジャンルのファン、クリエイターからも熱い支持を得ています。今年の6月に10枚目のアルバムムーンイヤーボトルをリリースされました。それではご登場いただきましょう。サンタラです。皆様大きな拍手でお迎えください。銀もナイフがひやり、私のホテル唇
声は手よく並べられ、すまし顔で他人のそぶり、会ったことのない肉親のようで、君が泣いても釈然としない、そうだよダーリン、そんなもの集めて私に差し出しても忘れないでしょ、せん私それを愛せ、金もナイフがひやりだしとホテル唇折られて、ラッシュムーンオンザディッシュ、こんな不甲斐ない、あたしに期待しないで、ためらいがちに口に含んだ苦く光るバニラ、誰が教えたわけでもないのに不似合いだと気づいたのはなぜ、白濁色の緩いしびれがきっと行く先を照らしてくれる、 Oh crash move on the dish、 金もナイフがひやり出しのホテル唇も撫でて、 Crash move on the dish、 これが私のさよならの形、
で忍んでおいで。こんな世界に名前はないよ。他の誰かと会ってる時も君のことが忘れられないよ。その気持ちをなんて呼べばいいの。こんばんは、サンタラです、今日は東京タワーにようこそ、ゴージャスな夜景ですね、1時間弱でしょうか、お付き合いください。では、今日はここには東京の人だけじゃなく、日本全国そして海外からもたくさんお客さんが来てくれてるんじゃないかなと思います。旅の歌を一曲、旅と言いましても車の旅です。バックシート backseat 私はバックシートに転がって On your backseat backseat 世話しないワイパーと遠い稲妻と冷めたコーヒーとロッドのスニールや On your backseat backseat 憂鬱はバックシートにお似合いで On your backseat backseat のぼせたよ喋ってないとつまんないことでほら泣きたくなるからきっとこんな時だね小さな秘密か秘密のままでいられなくなるのは10年前の心に10年は長すぎ
私はフロントシートに乗り出して、おにゃバックシート、バックシート、次の街まであとどれくらいあるの、今度は確かハンドル握るから、つぶかい唇がつまんないこと、これ以上喋ってしまわないように、どうもありがとうございます、もう東京タワーに登るっていうのはね、正直に言って何十年ぶりですね、うん、いいもんですね。皆様はこちらを見ていただいてるからあれですけど、こっちから見てるとね、夜景がこうだんだん暮れていきましてね、 あれが問題の豊洲かとね、見えております。しかしいかんせん個人的には高いところが苦手でですね、先ほどから手のひらにいつも以上に汗をかいてますんで、弦が早く錆びるんじゃないかなみたいなね、今年は、サンタラはまたニューアルバムを出しまして、割とちょくちょく出しますんでね、珍しくもないですけど、はい、ニューアルバムを出しまして、今回のアルバムが、まあ、デビュー以来 10枚目ということになりまして、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。東京タワー最高ですね、10枚目ということになりまして、ちょっとまあいつもと違った曲作りをということで、中原中也という詩人の詩に、メロディーをつけてみたんですね、そうしたところからいろいろな不思議な出会いがあったりしてですね、まあ、マッチングも自分で言うのもなんですが、なかなかいい曲に仕上がったなと思っております。個人も空の上からですね、喜んでいただいているかと思うんですけど、今日は少し近いところへ来たんでね、その曲を、ニューアルバムの中原中也作詞の曲をやりたいと思います。それでは、春の宵、感じる懐かしいと書いて、春の歌です。でも、今みたいな時期になんとなくこんな時間帯に聴いていただけるといいかなと思う曲です。では中原中也の詩でサンタラが作曲、春宵感慨。
それは語れないことだけれども、それこそが命だろうじゃないですか。けれどもそれは明かせない。ではもう一曲、サンダラの新しいアルバムに入っている中原中也の詩にサンダラが、曲をつけたものをお届けします。湖の上と書いて湖上。口づけするとき
上にあるでしょう。あなたはなおも語るでしょう。よしないことやすねことや語るでしょう。漏らさず私は聞くでしょう。けれどこぐてはやめないで、ぽっかり月が出ましたら腕を浮かべて出かけましょう。波はひたひた打つでしょう。風も少しはあるでしょう。ありがとうございます、それでは新しいアルバムに入っております、曲をもう一曲、100年以上前に前からあるアメリカの古いブルースです、それをサンタラが日本語に訳して歌っています。セントルイスブルース花の
どうもありがとうございます。今歌ったのが、ニューアルバムに入れたカバー曲、訳詞をした、洋楽のカバー曲ですけれども、1個前のアルバムにも洋楽のカバー曲を入れまして、その曲は500マイルという曲です。これも古い歌なんですけれども、まあ、いろんな人がカバーしてですね、特に日本では今年、春に、アミューズの福アミューズということは、そうですね、俳優さんたちが多く出た、月9のドラマで、この曲が挿入歌的に使われてたようでですね、ちょっと話題になったようでして、で、僕たちもその曲を、レコーディングしていたので大変な恩恵を被りまして、こちらの方がねだいぶ、転がり込んできまして、今年はこれでいけるかなみたいなね、それでこうやって東京タワーにも来れるなみたいなね、その曲をやろうと思います。その、曲を、サンタラバージョンで聴いていただきたいと思います。Thank you.
ありがとう。それではサンタラは最後の曲になってしまいました。今日はこんな素敵な夜景の中で歌えて嬉しかったです。お知らせを、そちらで CD などを販売しておりますので、よかったら見ていってください。はい、そして、これは今これユーストリームで、まあ、日本全国いろんなところで見ている方もいると思うんですけど、12月に、東京と、豊橋、愛知県豊橋と、京都、この3カ所でサンタラは、まあ、小さなツアーを、年末最後の、今年の旅をやろうかなと思っておりますので、ぜひよかったら遊びに来てください。そこに日にちを覚えるためにチラシが置いてありますので、よかったら持って帰ってください。それでは名残惜しいですけれども、最後の一曲を、パーフェクトハピネスという曲です。こうして夜景を眺めていますと本当に、ね、平和だなと思います。この平和はいつどうなるかわからない、本当は儚いもの、永遠だと信じているけれども本当は儚いものです。つい先日、石川県の小松に行ってきました。東日本大震災のを風化させないという目的で、行われたチャリティーのイベントに参加してきました。まあ、なんかね、激動の世界でトランプさんも通っちゃいましたし、これから先にいつどうなるかわからない世界ですけれども、悲しいことがたくさんあるからね、悲しいことが自分に起きるとそれまで幸せだったこととか、こうしてこんな素敵な景色の中ね、こんなに平和な人々が集まっている、そんな幸せな時間を自分は過ごしたっていうことを忘れてしまって悲しいばっかりになっちゃうんだけど、自分は幸せな人間だとちゃんと認識しないとなと、東日本大震災が起きた後に思いました。そんな思いを込めて作った曲です。では最後に、パーフェクトハピネス。僕らは声上げてはしゃいで
perfect happiness. So was a perfect happiness. 君の手のひらに小さな奇跡 perfect happiness.ありがとうございました。サンタラのお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。本日の東京タワーでのライブいかがでしたか？そうですね、はい、皆さんこちらを向いているのであれですけど、私たちはこの完璧な夜景を見ながら、はい、だんだんちょっと夕暮れからもう真っ暗になってきましたので、そうですね、変わり目も見ていただきながらのライブになったかと思います。はい、はい、ライブ中にもご紹介いただきましたが、今後のライブの予定をもう一度お聞かせいただけますでしょうか？来月、はい、ライブがあるんです、はい、あ、来週もライブがあるんです。来週も、はい、どちらで？高田馬場で。のを入れてもいいんですかね、アナウンサー的には。高田の馬場ですね、高田の馬場。そうですね、はい、四ツ谷天窓、はい、四ツ谷って入ってますけど高田の馬場にあるんです。あ、そうなんですね。そこでのイベントに出ます。あ、ありがとうございます。で、来月はワンマンの、はい、ツアーが3本ありまして、はい、京都。京都、はい、行ったことありますか？
京都行ったことあります。修学旅行で京都に行きましたね、あ一緒ですね。あ本当ですか。僕も修学旅行で京都でしたか。うん、行きました。話やもうね、久しぶりにこう綺麗な人と話ができるから嬉しくて。サーティワンアイス好きですか。あ好きです。やってそうですか。あやっぱスポンサーの関係とかあるから言わない方がいい。今ちょっと金曜日がお得ですからね。あそれソフトバンクの人だけでさ。あアイス好きなんですか。アイス好きですね。あで何アイス好きですか。私はコーヒー系のアイスが好きです。気が合いますね。本当ですか。僕キャラメル系が好きです。あちょっと気が合ってるんですかねこれが。合ってますよ。キャラメルマキアートですから、ね、あ、そうですね。ちょっとあのライブぜひ皆さんいらしてください、ね、京都と、はい豊橋愛知県の、はいはい行かれたことは。出身が愛知県でして。おっと愛知のどちらですか。名古屋なんですけども。これは、僕の奥さんも名古屋の人なんですよ。あそうなんですね、今日ちょうどあの実家に帰ってそのままここに来た形で。それはどうも味噌臭いと思ったら。そんなことはないです。そんなことないです。失礼します。で、最後東京で、東京で吉祥寺で、はいそれは12月17日かな。17日土曜日ですね。はい、わかりました。今日チケットとかは持ってきて。チケットはないです。あ、わかりました。ごめんなさい、CD だけですけど。CD だけ、はい、はいはい、この後ですね、皆様の右手側で物販販売を、あ、物販のですね、コーナー設けておりますので、CD 販売を行いますので、ぜひお立ち寄りください。はい、ではサンタラのお二人でした。今日はありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。この後はですね、19時から木場圭介さんのライブをお送りいたします。それまでごゆっくり東京タワーをお楽しみください。ここまでのお相手は上本千夏でした。ありがとうございました。